姉上、また見境もなく各地の宝を取り寄せたのか。このままではいずれ我が家の家計も火の車に。タロウ、姉上、姉上、敵襲だ。このようなことをしている場合では。そんなのどうでもいいから早くなさい。全部受け取り終わるまで帰ることは許さないわよ。マリア様、最上名産千歳紅の献上です。少し色がくすんでいるな。姉上ならば捨て替え。いたずらに王を語った挙句、無駄な希望すら抱かせるとは。特訓流名、まさしく悪を超えた悪だ。その王の弟になり下がったあんたは一体何者だ。まあいい、あんたと話していても拉致が開かねえ。どうやら続々各地の宝が運び込まれている様子。かくなる上は奪って儲け、敵の士気を下げましょうぞ。修繕費がどれだけかかると思っているのだ。ジェスキーリン、俺を食おうってのかい。容赦ないのね。そういうのは嫌いじゃないの。あら、いい口。あと3つほど揃えましょうか。姉上、せめて位置に1つくらいは。見ろよ新入りども、うちの王様はイケてんだろ。傷を1つでも負って帰ってきたなら断じて許さんぞ。認めてはくれないの。なら、もっと頑張るね。行きましょう、マサミナ様。あなたの居するところを知らしめに。オーケー、堅物の骨にまで染み込ませてやるとするさ。これ、こういうタイプで位置、使っちゃダメ。少しぐらいだ。いや、ダメだ、耐えるのだ。一主がために死を迎えたか。なんという正義。わらわを欲しているの、それとも別のよう。本大将自らとは。そちらの兵は腰抜けか。全軍進撃開始。一度行ってみたかったんだ。南蛮菓子ね。わらわはこちらの方が好み。仲間さ様、位置も欲しい。すまない、姉上から譲り受けられる気がしないのだ。誰にも文句は言わせねえ。うちの軍の強さ身に染みて分かっただろ。ダン博士様、マリア様のために。言っておくが、俺の隙をつけるとは思うな。もっと失敗していいのよ。あの子たちが困ればもっと楽しくなるもの。はい。え、あれ、絶対注目。無駄口を見つけ次第順次削除せよ。了解っす。全てはマリア様のお褒めに預かるため。アウアイフ、安らかに眠るな。見せてみな、あんたのエボリューションをね。なるべく傷はつけないで。わらわの目でちゃんと確かめるまではね。はは、姉様、また姉様のことばかり。一もお手伝いするわ。マリア様、
九州より良質の反物が届きました。これで城一つが姉上の布置き場に。王の傍らにありしも、今はただそれだけでよい。先が見えてる筆頭ってのはここまでパネーのかよ。マリア様、最後の品をお持ちしました。今すぐお運びいたします。いけないのかね、わらわをこんなに待たせるなんて。手をされるな。そこが墓場の入り口だ。すまねっす。あら、あなたのものになれってこと？わらわをとろけさせてくれるなら考えてみるわ。おいおい、あんたらこれを見てもまだやる気か？あなた、いつの間にか立派な男になっていたのね。姉様も嬉しいわ。攻めがいがあって。それがしも才の目に見限られた。ただそれだけよ。新入りの前で恥かいちまったぜ。あなたの敵は目の前だけではない。それをお分かりか。引き入れた奴だ。俺が信じて誰が信じる。長政よりずっと頼りになるわ。お前たち日本でも起こせばどうかしら。大丈夫ですかい。さあ俺の肩に捕まって。いや、俺マジ伊達軍入ってよかったわ。少しでわらわに届くなんて焦っちゃダメ。じっくりと攻めく。思いの丈を全て晒しな。この人で見届けてやる。一長政、わらわはしばらく献上品をめでるわ。お客様のお相手よろしく頼むわ。一だけじゃなくてみんなもちゃんと殺してね。な、あれ上まったく、あれ上め、どこまで恥をさらせば気が済むのだ。許せ、一。嫁入り先がこのような。長政様は悪くないわ。悪いのは天下上等かかってきね。いかに姉上とて過ぎたるわがままは悪。総員加速、右に回って撤退せよ。姉様を懲らしめてくれるの？そう。騒がしいわね。品定めに満足にできないじゃない。そう、あなた。いいわ、ちょうど物足りなかったところだもの。あなたという名の献上品、わらわが受け取ってあげる。はい、ね、それがあんたなりの光なら何も言わねえさ。悟るだけ悟って満たそうともしてくれないの？そう、ずいぶんと意地が悪いのね。天下上等かかってきな。何度だって追いかけてきてね。それがあなたの宿命、わらわがそう決めたのだから。
俺が進むは竜の道。フォローミー。後悔はさせねえぜ。